はいどうもこんにちは、プロボーラーの水 P です。いつもありがとうございます。今日は皆さんが一度は聞いたことあると思いますが、 RG、ボールの完成モーメントですね。低完成、中完成、高完成と、3つの部類の大きく分けれるんですけども、この3種類のボールを用意してですね、同じラインを投げてみたいと思います。で、今日対象になるボールがですね、まず低完成、低完成よりいいですかね、ハイブリッド素材のですね、対象コアマーベルマックスアタック、こちらもねレビューもとっくにだいぶ前にやってますけども、こちらのボールが 2.48 ドリル前で15ポンドでですね。それからですね、中間性、こちらもつい最近お気に入りでずいぶん使っておりますソードブラスター、こちらがですねドリル前で 2.54、 そして、高完成、はい、これまた遅い例になったら僕がもう大絶賛しておりますマジョリティですね、こちらがですね 2.57 ということで、数値的には低中高と用意しております。デルタ RG コアの強さが若干違いますのでね、もちろん転がり方、そして素材もねハイブリッドソリッドパールなんで全然違うんですけども、今日は何を見たいかというと素材ではなくてですね、一つ例をとって全部の PAP、 私のポジティブアクシスポイント、こう投げた瞬間にこう軸になって止まるところですね、こちらをですね、3個とも白いテープを貼ってあります。これのね転がり方に注視して投げてみたいなと思います。今日は全部ねサイドローテーションを入れた感じで、つい最近ですねサイドローテーションあるときないときみたいな動画を上げたんですけど、今日はできるだけ一定にサイドを回してしっかり投げてみたいと思います。で、その時のねその摩擦もあるんで、一概には言えないんですけども、摩擦をまあ無視したとして、コアの転がり方、振り幅というかね、その軸の動き方というのを少し注目してみたいと思いますので、最後までどうぞご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは行きましょう。まずはね、低完成代表マーベルマックスアタック、今日はね全部のボールを対象コアに統一しました。非対称にするとレイアウトがね特に大きく役割が変わってくるので、今日は非対称ではない、スバイスのないボールで全部攻めたいと思います。はい、行きます。はい、まずはマーベル、こんな感じですね。低完成の方が手前からコアは転がるんですけども、緩やかになる傾向にあるという風なイメージですね。合ってるかどうかちょっと僕なりの考え方なんですけど、音楽のメトロノームってありますよね、あれカチ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 なるやつね、あれが重りが低い方が要は低完成と同じような意味合い、振り幅小さいけど速いで、上に行けば行くほど高完成というイメージに思っております。はい、ね、手前から速くコロコロコロってなってますけど、あまりしっかり動いてこないような感じに見えますね。はい、ですので、さっきのメトロノームの話になると、振り幅が高完成であればほどゆったりですけど大きくなっていくというようなイメージですので、今、マーベルは低、メトロノームでいうと一番低いところに重りを持ってきたよ的な感じになっていると思われます。はい、次は中間性ソードブラスター、これちょっとねこれだけ唯一ソリッド素材なのでちょっと摩擦も出ちゃうんですけど、行ってみましょう。ちょっとスピード入りすぎたかな今ね。はい、でもまあこう軸がさっきマーベルよりはスーッと安定した軸のままでいったような気がする。よいしょ。はい、PAP はね、僕はグリップのセンターを中心に、右に4インチ4分の3と、その4インチ4分の3のところから垂直に上に2分の1のところに白いテープがあります。こういう感じね。はい、そうですね、やっぱりマーベルよりはテープのズレが少なく手前はスーッといってると思いますね。あとね今日レーンがね
これオイル入れたてでめちゃめちゃ早いんでね、ご外に行かないとボールが曲がってこないっていうのもある。はい、ではね、振り幅一番ゆったり大きくなるはずのマジョリティ 2.57 です。本当はね、ここをね、同じメーカーで揃えたかったからハイロードがいいかなと思ったんですけど、ハイロード僕マックスしか持ってなくて噛みすぎなんですよね。わーちょっと出すぎました今度は。はい、出すぎてしまったので摩擦が一気に出すぎた。はい、もう一回行きましょう。ちょっとね、これ曲がらんやろ思ったからちょっと体が勝手に右へ出してしまいましたね。もう一回行きます。だいたいね、7から5ぐらいに目がけて投げたかったんですけど、こういう感じね。はい、まあ全部天秤やなこれ、2回目投げたらはい、でもやっぱり一番シューッといっても一気に奥でドドドドドって擬音語ばかりでごめんなさい、アホがバレてしまうけど、そうなんです、シューッといてドドドドドなんですよシュッといかずにドドドンっていうのがマーベルで、中間がシュッシュッといってドドンっていうのがソードで、シューッといてドドドンがマジョリティですね。はい、もう一回元に戻していきましょうか。はい、マーベルいきたいと思います。皆さんね、ボールの曲がりとか結果じゃなくて回転軸を見てくださいね、テープを見てください。はい、行きます。ちょっと左から寄ってゆったり投げるので、ゆったり、超ゆっくり、ほら手前から小刻みに回ろうとしてるというか、点が止まらないよね。はい、さっきの2つ、中間線後間線は手前のテープが軸そのままスーッといってたのに対して、マーベルさんだけはスーッと止まるところがない感じですよね。テープを全く同じ位置に貼ってるんですけどね。はい、行きます。ほら、もう動いてる。はい、一瞬ですもんね、一瞬だけ点が止まっとって、もうスパッと過ぎたあたりではちょっとずつちょっとずつもうブレ始めてるっていうイメージですので、やっぱり振り幅が手前から小刻みなようなイメージには感じます。はい、次じゃあソードいきますね。ソードも中間線なんでちょっとは手前滑ってるはずやけど、ゆっくり投げてみたらどうでしょうね。やっぱこれの方がスッと奥まで行きましたよね今ね。テープの特にボールの色がね単色で見やすいので、余計に白いテープが目立ったっていう感じに思います。でちょっとまあ気持ちスピード入ったので、立ち位置は全部変えてませんので、同じようなところから行ってみたいと思います。うん、やっぱりね、ちょっと転がしに行きましたけど、転がしに行ったとてテープは綺麗に止まっております。はい、じゃあ交換性行きましょうか。はい、マジョリティ、マジョリティを同じように少し左寄ったところからゆったり投げてみる。これがもちろんね、テープが最後までブレずに前へ行くはず。あ、親指抜けへんかったけど、はいごめんなさい、けど抜けなかったと分もあるし、ボールの蘇生もあって、テープはほぼ恥ずかしいぐらい回転せんと、回転せんとというかブレずに奥まで行ってしまいました。はい、もう一回行きます。
今度こそ。ね、こうやってずーっと、そうずーっと奥までひたすらとテープはブレずに行きましたね。まあ今のは当然ね、ストライクを狙ってない軌道ですので、じゃあこれで最後ね、全部のボールでストライクを目指してアジャストをして投げてみたいと思います。まずじゃあね、低歓声のマーベルから行きましょう。はい、7枚6枚ぐらい、横のボールはタイトに縦目に投げるべきでしょう。これぐらいでしょう。うわー、ギリ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 セーフ。はい、で次はそれに対してソード、あ、ソリッド系なので転がりがちょっと奥になるとはいえ、今のラインと同じぐらいでいいんじゃないかなっていう想像。本当はカバー的にはね、ソードの方が下なんです。完成モーメント的にも下なんですけど、レーンコンディションの兼ね合いと考えるとマーベルと立つ位置一緒でいいんじゃないかな。こういう感じでいいんじゃないかなね。気持ちマーベルよりは動いた気がする。はい、最後マジョリティ、これだけは今のところ投げたらおそらくもうツンツル点なんで、はい、対策がね、レイアウトの兼ね合いもスペックも合わせてのかなり行くようにしてあるので、平行に右に寄っちゃいます。1枚半にしようか、怖いからね。で7か6まっすぐやったやつだから5か4ぐらいをタイトに攻めるとボケと行くはずです。こう来るとねはい、行き過ぎました。まあ、あれで、ね、ローフレア、あれデルタ RG もあれだけ飛びっきり低いのでね、おとなしい感じになりましたけど、まあ、こんだけテープのね、こう動き方が違いが見せれたのではないでしょうかね。はい、ということで、まあ、こういうコアの差によってね、テープのブレ方といいますか、その回転軸の移動の仕方は変わってくるということが分かっていただければ、今日の成果かなと思っております。はい、ということで本日は以上です。本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、またいろんな検証動画をね、今度非対称でもやってみたいと思いますのでね、これからもどうぞご声援よろしくお願いいたします。ということで本日は以上です。ありがとうございました。